この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。シアンさん、14歳女性からの質問です。斉藤直樹さん、こんにちは。いつも添削動画などタブレットで絵を描きながら見ています。ただコツを伝授するのではなく、精神的なこともお話しされていてとても参考になります。的外れな質問をしている自覚はあるのですが、部長として後輩との関わり方に関して質問させていただきます。私は美術部の部長をしています。私は絵のうまさではなく、その他何人かの立候補者がみんなからあまり好かれていなかったことにより、消去法のように部長になってしまいました。そのうち一人の立候補者はとても絵がうまい、私なんかとは比べ物になりません。その子の絵柄はアニメ塗りでかなりシンプルです。ですがとても手などが綺麗なんです。私はそんな子を押しのけて部長になってしまいました。私を支持してくれているみんなの手によってです。そのためプレッシャーがすごいです。絵が下手なのに美術部の部長になり、後輩に向ける顔がありません。私が部長になった理由は、1年生の頃の私のように一人ぼっちになってしまった子を救いたい。そのためには私が部長になった方が、人見知りな私にとってはそういう子たちにも話しかける理由ができるという稚拙な理由です。私はどのように後輩たちと関われば良いのでしょうか。先日のそのうちの一人の立候補者がとても絵が上手くて、その子の方が私よりも尊敬されているのを見ていると、じゃあ私も絵が上手くなればいいというのは分かっているのですが、ただ正直に言ってしまうと、その子があまり1年生に話しかけたりせず、同級生には圧力をかけていたりもしているらしいので、その子が私よりもはるかに尊敬されているのはなんだか納得がいかないなぁと思ってしまいます。私はどのように後輩たちと関われば良いのでしょうか。そしてもう一人の立候補者と同じぐらい尊敬されるにはどうすればいいのでしょうか。話の趣旨が分かりづらい質問をしてしまいすいません。斉藤直樹さんの動画、これからも参考にさせていただきます、とのことです。シアンさん、ご質問ありがとうございます。まあ、シアンさんはね、稚拙な質問なんておっしゃってますが、誰かの力になりたいっていうのはもう全然稚拙な理由じゃありません。僕はね、14歳の頃になんてそんな誰かのためになんて思ったことはなかったので、シアンさんはもう本当に素敵な方だなっていうふうに思いました。今回の質問、かいつまんで要約するとこんな感じだと思います。私は美術部の中で一番絵が上手いわけではなく、むしろ下手なのに部長になってしまった。私よりも絵が上手い人がいて、その子の方が私よりも尊敬されている。人見知りな後輩のために部長になったはいいけど、他の候補者の方が私よりも尊敬されている状況。じゃあ私はどう後輩たちと接すればいいのだろう。そうですね、この悩みは僕は美術部の部長になったことはないですが、すごくよくわかるような気がします。なぜかっていうと、ゲーム制作の現場でもですね、僕もシアンさんと同じような悩みを抱えたことがあったからです。ある時自分がイラストチームの中心になったことがあったんですが、別に僕が一番その中で絵が上手かったわけじゃないんですね。でも僕がリーダー的な立場をやる必要がある。そんな時どのように周りの人たちと接すればいいのか、シアンさんと同じような立場になった時に僕が考えたことを今回は共有したいと思います。でね、その時僕が考えた、こういうリーダーにだったら自分はついていきたいな、よし、こういうリーダー像を目指してみようと思った、僕がイメージする理想のリーダー像が3つあります。もう先に結論言っちゃうんですが、こんな感じのリーダー像が僕が考える理想のリーダー像です。私がやらなきゃじゃなく、私だけじゃできないと思っているリーダー。私すごいでしょじゃなく、あなたってすごいと思っているリーダー。あなたのためじゃなく、私のためと思っているリーダー。順番に解説していきますね。私がやらなきゃじゃなく、私じゃできないと思っているリーダー。まずですね、僕がシアンさんのコメントを見て、ちょっとここは違うかもなと思ったことが一つあります。それはおそらくシアンさんは、リーダーたるもの、部の中で一番能力が高くなければいけない、一番できなきゃいけないって思ってると思うんです。それはですね、他の立候補者の絵を見て、それに引け目を感じて、その人みたいに上手くならなきゃって思っているところから伝わってくるんですが、これはっきり言っていいですか？あのですね、リーダーがその部の中で一番能力が高い必要は全然ありません。いや、もちろんいますよ。自分の背中を見てついてこいっていうタイプももちろんいていいと思いますし、そういうタイプも、まあ、比較的多いと思います。めちゃめちゃ絵が上手くて、天才肌
ードで、ただ何も語らずに絵を描いていさえすれば周りが勝手についてきちゃうような、そういうタイプのリーダー、まあ確かに憧れますし、そうできれば一番いいのかもしれませんが、多分シアンさんは話を聞く限りそういうタイプではないと思うんですね。そんなシアンさんにまず提案したい考え方がこれ、私がやらなきゃじゃなく、私だけじゃできないという考え方です。いやこれ考えてみたら単純なことで、自分が部員だったらどういう場所にいたいかという話なんですよ。もしね、リーダーの能力があまりにも高くて、私が一番能力がある、全部私がやる、君たちはそんな私のサポートに徹しなさいっていうね、リーダーの元であれば、まあ自分は何もやらなくても良さそうですから、まあ、楽ではありますよ。でもそんな部にいてもですね、多分自分自身は全然成長できないと思うんですよね。これ普通のことだと思うんですけど、人って誰よりも自分自身の成長に興味関心があるじゃないですか。でも部長が全部やってくれたら、それって部長は成長するかもしれませんが、部員は全く成長できません。そんな部に入る意味ってないですよね。それに全部部長がやってくれるわけだから何も楽しくないしね。それよりも部長ってね、もっとお調子者でいいんですよ。能力はないんだけど、でもやりたいことだけガンガン出てくるような感じ。例えば、私ね、同人誌出したいの。ね、今度さ、コミケに出展して、それでさ、100部武士を売ろうよ。絶対100部。いや、だって、100部売ったなんて実績作ったらもう絶対に自慢になるよ。みんなびっくりすると思う。あ、でも私、絵下手だから、私の絵じゃそんなに売り上げ上がらないと思うんだけど。あ、でも、あなためっちゃ絵うまいじゃん。ね。この表紙、あなたに書いてほしい。あなたが書いてくれたのも絶対この本いい本になるから。もう100部なんてもあっという間に売れちゃうと思う。ていうか私だったら速攻買っちゃう。あ、でね、あなたはこのページ書いてよ。このページすっごく重要なんだけど、あなたにしか書けないと思うんだ。あなたのギャグ漫画がこのページには欲しいの。あ、それでね、あなたは、って感じで。そういう意味ではリーダーの役割って、自分で全部実現できる能力を持っていることではなく、やりたいことはあるんだけど自分ではできないっていうことをアピールすることの方が大事かもしれないなって思うんですよね。あの山に登ろう。あの山に登ったらきっとすごい景色が見えるはずだよ。でも私だけじゃ無理だから、みんな力を貸して。そんな風にみんなのモチベーションを上げる役割だと思うんですよ。そういうことを態度や言葉で示せることがリーダーには必要だと思います。私すごいでしょじゃなく、あなたってすごいと思っているリーダーでね、シアンさんのコメントを聞いていて、あ、やっぱりそう思うんだ、でもこれもちょっと違うんだけどなって思う部分がもう一つあります。それは後輩に尊敬されなきゃって思っているところです。これはですね、もう実はリーダーにとっては大間違い。リーダーは後輩に尊敬される必要はありません。へえ、そんなの誰もついてきてくれないじゃん。尊敬されてるからみんながついてきてくれるんじゃないの？シアンさん、そう思っちゃいました？それ完全に間違ってますよ。じゃあどうすればいいのか、リーダーはどんな風に後輩と関わったらいいのか。それはですね、尊敬されようとするのではなく、むしろシアンさんが一番後輩を尊敬するようにしてください。いや、確かにね、リーダーって尊敬されてるイメージがありますよね。でもね、それって順番が逆だと思うんですよ。リーダーは初めから尊敬を集めているわけではなく、リーダーがその他のメンバーを尊敬しているから、だから結果的に尊敬されるようになってくるんだと僕は思っているんですよね。まあ、例えば具体的にどうすればいいのかっていうと、もうね、めちゃくちゃ後輩たちのいい部分を探してあげるんですよ。あ、なんならですね、後輩たちのいいところノートを作ってもいいぐらい、ちっちゃいメモ帳とかでもいいのでノートを用意して、その中に後輩たちのいいところを書き込んでいってください。例えば A ちゃんはあまりコミュニケーションが得意じゃないけど、でもカラーイラストを描かせたらめちゃくちゃキャッチーなイラストを描く。言葉数は少ないけど、でも実はこっそりと片付けとかも手伝ってくれて優しいやつとか、 B 君は今はあんまり絵をうまく描くことはできないんだけど、そのくらいもびっくりするぐらいやる気があって誰よりも練習してるみたい。他の人たちも B 君につられてやる気が出ちゃう人たちもいる。 B 君すごいとか、 C さんは気分屋でちょっとやる気のない発言とかも時々しちゃうんだけど、実はめちゃくちゃアイディアマンで、 C さんがポロッと言ったアイディアがすごく魅力的に聞こえることがよくあ
張る、そして笑い方が超可愛いとか、なんかそういうノートを作ってみるのもいいと思うんですよね。いやだって自分のこととして想像しながら考えてみてほしいんですけど、すっごくきっちりと全てのことを自分だけでこなせるんだけど、全く夢も希望も部員たちに示してくれない、そういうワンマンリーダーと、抜けてるところは確かにあるんだけど、私ここはちょっとうまくできないんだ、この部分はあなたに頼らせてほしいって頼ってくるリーダー、どっちについていきたくなりますか？いや絶対後者じゃない？だって自分たちのモチベーションを上げてくれるリーダーが困っていて、それでその実現のために自分を頼ってくれるんだよ。これ部員にとっては嬉しくないわけないですよね。もうあなたじゃなきゃダメなのって言われたら、あ、そう？じゃあやってみようかなってなるじゃないですか。僕もねきっとあなたすごいってね自分のことを褒めてくれて、そして頼ってくれるリーダーの方が僕はついていきたいって思っちゃうんですよね。これ多分みんなもそうじゃないですか。しょうがねえな、あいつが言ってることを実現するために俺が力を貸してやるかなんてね思っちゃうと思うんですよ。なのでリーダーは初めから尊敬されている必要はないですし、全部そつなくこなせる必要もないと思います。じゃあ何が必要なのかっていうと、尊敬されるよりもむしろ逆、あなたが後輩のことを一番信用していて、そして尊敬していること、私すごいでしょじゃなく、あなたすごい、そんな風に後輩の良さをあなたが引き出してあげること、それがリーダーには欠かせない要素の一つだと思うんです。あなたのためじゃなく私のためと思っているリーダーでね、ここまで聞いてシアンさんはもしかしたらこう思ったかもしれません。そうか、私はあくまでみんなのサポートに徹しなきゃいけないんだな、人のために自分を犠牲にしなきゃいけないんだな、リーダーってなんか大変そう。はい、おそらくシアンさんだけではなく今の話そんな風に聞こえてしまった人もいるかもしれませんが、ブブー、それは違います。ですね、あえて言い切っちゃいますね。リーダーは他人のためになんて活動しちゃダメ、むしろ全部私利私欲の実現のためだけに活動してください。え？なんかさっきと言ってること違くない？だってリーダーは自分が一番じゃダメ、むしろ人のいいところを見なさいって言ってたじゃん。でね、驚かれた人もいると思います。はい、それはそうなんですが、でもね、モチベーションの根本的な部分は自分自身にあるのがすごく大事だと思うんですね。というか誰かの力になりたいからというのだけがリーダーになる理由だとしたら、それはちょっと危ない考え方だなというふうに僕は思うんですね。シアンさんはコメントの中で1年生の頃の私のようにぼっちになってしまった子を救いたいという人のために部長になろうという気持ちを語っていました。僕はね、ある側面でそういう理由があることは立派だと思いますし、まああった方がいいとは思うんですが、それよりももっともっと大事なのはシアンさんの私利私欲の部分、私が部長になったら私の夢のためにこれを実現したいっていうことだと思うんですよ。例えばそうですね、それこそさっき言ったような同人誌で100部売って私の実績にしたいとか、みんなで個展を開いて多くの人に私の絵を見てほしいとか、本当の本当は誰かのためではなく私のためにやっているんだっていう部分、これを絶対に作る必要があると思うんですよね。いやだって考えてみてください、自分を犠牲にして他の人のためだけに尽くそうとしている人って怖いですよ。想像してみて、シアンさんがそういうリーダーの下で活動していたとするじゃないですか。その人はもう完全に自分を殺してシアンさんのサポートのためだけに徹してくれています。ねえねえシアンさん、私ねシアンさんのためにこんな活動考えてみたの。だからね、こういう絵を描いてみて。絶対ねシアンさんのためになると思うの。私ももちろん自分を犠牲にして完全にあなたのためだけに協力するからね、一緒に頑張りましょう。重すぎない？いや、めっちゃ嫌でしょ。いやもう、思いだけならまだしも、なんかそれが実現できなかった場合、それかその申し出を断ってしまった場合、おそらくその人、せっかくシアンさんのことを思ってやってあげたのに、なんであいつは私の思い通りに動いてくれないんだ。おのれシアン。とかね、恨んできそうじゃないですか。めちゃめちゃ怖いでしょ。そんな人の元で活動なんてしたくないですよね。それよりもむしろ、私は仮に私だけでも絶対にこれを実現させてやるわよ。だって私が楽しいって思うんだもん。ついてきたい人がいるならついてきてくらいのねスタンスでいるリーダーの方が、まあ、協力する方としては気が楽じゃないですか。それにはまずはあなたのためではなく私のため、自分が一番楽しめることが重要なんです。そんな風に考えることによって
って、お、なんかシアンさんってめちゃめちゃ楽しそうな活動しようとしてるな。シアンさんってなんか人のいいところすっごい見てくれるらしいよ。あ、わかる。俺もなんかこの前、なんか同人誌の漫画描いてくれって頼まれちゃった。いや、なんかさ、めちゃめちゃ頼りにしてくれるんだよね。なんかあの人に頼まれると断れないんだよな。なんてね、人に慕われるようなリーダーになっていけると思います。シアンさんはもしかしたら今は他の部長候補のように絵が上手くない。なんてね、コンプレックスを抱えている部分もあるかもしれませんが、シアンさんにはシアンさんの良さがきっとあるはずだと思います。諦めないで。応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、絵が上手くなくてもリーダーにはなれるんだよなんていう話をしたんですが、まあ、そうは言っても上手いに越したことはないんだよななんていう人も多いと思います。こんな時に絵を手っ取り早く上手く見せる裏技があります。こちらの動画、すぐに使える絵が上手く見えちゃう構図教えます。ではこの動画を見た後にすぐに使える速攻性のあるとっておきテクニックを伝えた動画で、興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてください。大切な情報を忘れずにお届けするためにベル通知音の設定もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後にお知らせをさせてください。誰よりも早く絵が上手くなりたい、もっと効率的に上達のポイントが知れたらいいのに、あれ、あのお役立ち情報どの動画だっけ、あーもう動画を見返すのがめんどくさい、そんなことってありませんか。朗報です。なんとなんと、あの3ヶ月上達法が本になりました。この本を読むとイラストが最速で上達する理由が3つあります。1つ目は僕自身で実証済みだから。僕は30歳の時にモンスターを描くモンスター絵師からキャラクター絵師に転身を果たしました。最初はキャラクターを全く描けない状態から3ヶ月でキャラクターイラストを上達させ、仕事につなげ、そして実際にキャラクターイラスト業界で活躍できるようになりました。この本はその実体験をもとに超効果的な上達法のやり方を分かりやすく丁寧に解説した本なんです。2つ目は経験者の声が参考になるから。一人でこの上達法にチャレンジしているとふと思ってしまうことがあります。これって本当に効果あるのかな。斉藤さんには効果があっても自分には効果がないんじゃないだろうか。いやいや、安心してください。この本には実際にこの上達法に取り組んで、そして成果を上げた人のビフォーアフターの作品例6例掲載させていただきました。しかも作品だけではなく、難しかったこと、意識したこと、そしてつまずいた時にどう乗り越えたのかなど、僕だけではなくその人なりに工夫したことも一緒に掲載させていただきました。僕だけでは拾い切ることができなかったユニークな工夫もあなたのイラストの上達の手助けになると思います。そして3つ目は情報が体系的にまとまっているから。3ヶ月上達法の動画、現在180万回以上再生されている人気動画なのですが、それゆえにこんな質問も多かったです。言ってる内容はすごくわかるんだけど、もっと詳しい情報が欲しいな。上達法のやり方だけではなく、関係がある練習法もわかりやすくまとめてほしい。任せてください。この本はですね、第1章第2章と課題が与えられますが、その課題をこなす上でこの情報があるともっと深く内容が身になるよといったイラスト講座も一緒にまとまっているんですね。さらにもっと突っ込んで勉強したいという人にはもっともっと深掘りできる動画のリンクも掲載されていますので、 QR コードをスマホでパシャッと取って動画講座を受講することもできちゃいます。あなたはこの本を手にして、そして内容を実行した時手にすることになるでしょう。他の追随を許さない圧倒的な描写力、そして何よりもあなたの夢を実現させるための力、思いを形にする力を。興味がある方は動画下の概要欄の URL からチェックしてみてくださいね。ブースにて、もしくは Amazon にて、本の方は2200円、ダウンロード版は1250円でお買い求めいただけます。あなたのイラストの上達の手助けになれますよう全力で応援しております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。